さて米沢市立東部小学校のアドバイザーを務められました堀田先生は本日ご欠席ですがご本人からメッセージを頂い,いておりますので代読させていただきます。本校の研究は若手教員とベテラン教員の共同による校内 OJT モデルの開発という研究次第でも分かるように教員の急速な若返りの時代を迎えた今日にこそ求められる学校体制の研究です。 その際授業における ICT 活用をメインの舞台とし ICT 活用をめぐって若手教員とベテラン教員が切磋琢磨するような OJT オンザジョブトレーニング中心の研究体制となっています本校の研究の特徴は大きく2つに集約できますまず1つ目は多層的な教員研修の取り組みです 共通理解のための東部スタンダードを設定し東部ックという教職員用マニュアルとして制作し学年年度ごとに見直しをしてきました児童に指導すべき学習指導生徒指導の内容を明確にしましたこれにより全教職員が同じ指導を行うことができ学習活動に落ち着いて取り組む雰囲気がどの教室でも見られ学校としての安定感が感じられるようになりました 研究授業及びミニ,授業ミニ授業研修を年間数十回にわたって行いました数十回行うことができたのは作り込んだ研究授業ではなく日々の授業を共有するというコンセプトで行うこととしたからです放課後に若手中心で運営する若手塾も数多く行われました若手教員の実践の共有や 若手に依頼されたベテラン教員によるノウハウの提供など、悩み事の共有や指導法の伝播に大きな役割を果たしました。校外に内地留学に行くのではなく、校内のどこかの教室に1日だけ内地留学するという校内地留学という研修方法も実施されました。研究授業だけでは見ることのできないベテラン教員の指導ノウハウを朝の会、休み時間の対応などでも学んでいました。 これらの取り組みを教頭会、教務主任会を通して市内に常に公開していくことにより特別研究指定校としての役割も果たしていきました2つ目の特徴はこれらの取り組みに対して教員がどのように影響を受けているかについて内部評価を行いそれを若手教員とベテラン教員に分けて分析したことです全教員に対し、 校内 OJT でどんなことが変容したかを教員と児童それぞれについてアンケートを取り集計しました多くの教員が取り上げた変容は学習規律の徹底によって授業が安定し児童の学校生活も安定したこと校内 OJT で自分に確実に力がついていることが自覚されたということでしたこれらの変容が校内 OJT のどの取り組みによってもたらされたかを追調査したところ ベテランは全校統一の動きが学校を変容させたと評価する一方で若手は職員室でいつでもベテランに尋ねることができる明るい雰囲気があるという同僚性のありがたさを指摘していましたこれらの結果は全日本教育工学研究協議会の場で学校長自らが報告しています教員集団が一丸となり本気で取り組んだ本校の研究成果は分厚い研究・ が研究概要としてまとめられていますぜひ本校の取り組みを多くの学校の参考にしていただければと思います堀田先生メッセージありがとうございました